半熟。まるで、なんや、美味しいものをあの至高の料理の人も絶賛するような。ああ、ええわこれで。よっしゃ。あのな、例えんのはいいねんけど、ちょっとさ、食い物じゃない、もう汚いもんに例えるのはやめていただけませんかね。空気なくなるんで、ほんまにウジ虫に見えてきたんで、ちょっと。このやっぱこの黄色っていう色がな、すごい難しいんだよ。これ肉眼で見たらすごい綺麗に鮮明に見えねんけどな。ちょっとウェブカメを返すと、いまいち、味気ないというか。あ、ほら、この辺の、こうやって焦げ目裏返したら、あ、できた。だし巻きだ、これ。あの、バイトしてたって言っても、あの、僕、あの、ずっと、その、調理とかさせ、あの、させてもらえなかったんで、裏方だったんで、ずっと。はい、雑用しかやら、あの、雑用しかやらせてもらえんと4ヶ月でバクれてやめたんで。卵ここにも、いや残りだから5個残ってるこいつは、あとじゃあどうするかやねん。どの道も使ってしまうと、なんか料理せんと、こいつで。いや、それか、もう一個じゃ面白いのがあって、で、このグラタンをちょっと放送開始前に作ってみたんですよ。はい、ただまだ焼いてないです。生身のまま、あの粉チーズとかもたっぷりかかってるやつ。まとまってまともグラタン、いやこれぐらいだよってできるでしょ。そんな、なんかキノコ切って、あの粉入れてチーズかけてんで終わりや。あとなんか パン粉みたいなの入れて、うん、いいでしょ、いい感じでしょ。でこれをどうするかなんですよね。実はその困ったことにね、うちオーブンにそれに準ずるものがないんで、これフライパンにぶち込んで焼くっていうのはいかがですか。いや、ちゃうな、これさ、オーブン、じゃ電子レンジでもいけると思ってたんですけど、焼かなあかんねんな、あれ。電子レンジは、あの、基本的にその、温める道具やから。焼かなあかんねんやったら、ここフライパンの出番かなって思って。寝た、え？あの、ちょっと。ああ、これな、ちょっと、ほんまだってこう手間かけて作ったからな、ぶち込むのも嫌やな、なんか、もったいないな。行くか。行ってみますか、これ。もしかしてものすごいものができるかもしれない。じゃあちょっと卵をどっかに寄せるか。いや、チャーハンって、チャーハンに使うのもありかな。ちょうどなんか黄金チャーハンにもいけそうな。あ、チャーハンにするか、これ、後で。米炊いてないしね。まあ、いいわ、これで、で、これ。で、ちょっと若干ちょっと卵残して、これもまあ、トッピングとして置いといてやな。ここにグラタンをぶち込んだろうかなって思うけど、卵洗うやつなんかおらんぞ。
これでいこう。しゃ、そしたらあの返すやつがあのヘラみたいなのが持ってないんですよね、僕。もうでもね、覚悟決めましたよ、僕は。あー、いい感じ、ほらほらほら、あー、いい感じだ。これちょっと、さあ、カビとか、食い物なんで、なんだかんだ言ってお前らあれ、俺をこれ俺がお前らのために作ったっつって、え？朝さ、お前らに引き込めの方が、な俺がな仕事行く前にちょっと時間がなかったからこんなのしか作れなかったけど、よかったら食べておいてねっつって、お前これめっちゃ手の込んでグラタン作ってさ、ラップしておいてやったら食うやろ。余裕で食えたのか、余裕で捨てるって何どんだけ食いたくない、捨てるな、まあ、いや、もう積んでるしかもない、積んでるばっかや、この子もう食べるって言ってくれた人と僕はもうイチャイチャするんで、もう食べるって言ってくれた人にだけもう作ってあげようと。あのね、お好み焼きっちゅうか、まあ簡単に言ったらそんな感じで、お好み焼き風のグラタン、だから名付けるならその関西風ドリア、グラタンっていうのもドリアやな、だドリアじゃん、お米が、お米入れてないのドリアではないけど、関西流のまあグラタン、まあ、ちょっとなんかイネーミングがあったらまた考えておきます。あ、予約してるから延長は大丈夫なはずやけど、ええ、炎上、もと、つうかもともとしてあるやろ。うん、でまたこれひっくり返せばね、ほら、あー、俺イカ娘ちゃんのこれ大根、うわうわあ、でもなんかいい音してきたやろ、ほら、ええ音してきましたかや、おエビちゃん、エビってこれね、こんなの全部ね、僕ね、このさ、
あれやぞ、ちゃんと見切り編をさ、わざわざお前スーパーはしごして見つけてくんねんね、こういうのも。キノコもエビもマカロニですよ、これ見切り編やからな。なんかちょっと間開けてんのか。もっといや、ちゃんと食うもんね、食べれば一緒やもん、食えば一緒やし、捨てるわけじゃないし、これ作って生ゴミやつって、生ゴミじゃないから食うから、胃の中に収まればな、もう一緒やもん、噛み砕いたら、ね、ほら、なんかちょっと、なんかもっとなんか変化が欲しいよな。まあ、グラタンはほとんど時間かかる料理やから、ちょっとこうやってもじっくり煮詰めて焼いて、でここに放置しとこう。あ、卵ぶち込んでみるか、そしたら。それええかもな、なんかあるよな、お好み焼きで。これな、間、もんじゃ焼きか、それ。もんじゃ焼きやるとき中身開けてね、卵入れるよな。まあ、どうせ賞味期限切れで処分せなあかんしだし。卵じゃなくて何やったっけ。いや、パスタっていうか、その普段料理あんましないから、あのシチューとかで食いつないでるから、別に料理なんてね、めんどくさい、めんどくさいもう普段しないんですけどね、今回本当。だから僕はあの一からもう全てを、あの自分を変えるためにやっぱどんどん挑戦していこうかなと思って、はい、まずはやっぱ料理を始めなきゃなって思って、いい男になるためには。行くぞ行くぞ、やほっ、何だ、入った、うまそう、このフィットした感じが今ビビってきた。あーこれ、あーらららららら、あー僕ちゃん、ちょっと周りのカスをこの間に取っといて中に集める。自慢するわけじゃないけど、俺自炊始めてから、あの包丁で指切ったことがないんですよ。一回だけあのちょっとね、小指をサクって切ったことあるけど、まあ、それぐらいでほんま切ったことないぞ指。そのなんかさ、ちょっと待って、あ、おいしい。よくその包丁切るときって、例えば玉ねぎなんか切るときやったら、こうやって指の、いや、あるのはまあ確かやけど、あるんですけど、ないんですよ、ほぼこう切るじゃないですか、みんなっていうふうに、なんか人から教わるときってこうやるやんか、小学校、学校の家庭科の時間のときなんか、猫の手って俗に言われる。で、普通はまあみんなそのリスクを低く、なんやリスクなくすための指を切るって、指切ったとしてもちょっとこの辺をまあかすり傷程度に収めるっていう意味でやるんですけど、僕の場合はもうそういうマニュアル的な切り方はしないで、絶対こうやってもう指を添えて、いや、なんかそれ始めてからスピードも上がったんですよ、実際に切るスピードも。昔そのカレー作るときに、あの玉ねぎ3個切るのに大体10分ぐらいかかってた、剥くからね、剥い、あ、なんか切れた、剥いてから切るまでに10分大体かかったんですよ、切ってその鍋にぶち込まれる。今やったら5分でいけるんですよ、この切り方マスター習得することによって、調理時間も半分以下に縮まったんですね。
いや実際みんなやってみたら分かる。あの玉ねぎ剥くから切あの剥いてから切るまでっていう工程は意外と長いぞあれ。ほんまにそれをしかも3つってなったらあのやっぱそれだけ速度求められるんだよ。なんかあ、だから一皿分あ、蓋がないわ。え、これどうしたらいい。ひっくり返さんと表面が焼けないよな。卵がなんかじゃまだね半熟っていうか一個も火取ってないんですよね。オーブンがあればな、そうしてるんですけどね、オーブンがないんでね。いつもあのフライパン、もうフライパンさまさまなんですよ、僕の家計は代々。蓋こかってあったら、ちょっと待って、蓋探していきます、そしたら。入らんな。これどうや。意外といけそう。要はその上からその煙出るその蒸気を中に反射できればいいわけだから。フライパン用の蓋ってそういうの俺使ったことないわ。うん、アマゾンよくわかりました。アマゾンの段ボールの切れ端ですね、これ。ああ、もう、あ、いいか、焼けてきた、焼けてきた。ほら、ほら、焼けてきましたよ、これ。ほら、ほら、チーズが、こんがりと、あらららら、ああ。うわ、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 うわ。止まった、止まった。あのな、食う食わないわ。いや俺の勝手やし食うし、お前普段から形のいい、見栄えもいい料理ばっか食ってるからさ、
あのこういうのがあの理解できないやろうな多分。